旭川で障害のある人たちの自立を支援しているニムビン。こんにちは。代表を務めるのは梅本さとみさん。34年前のある朝、目を覚ますと3歳の長男みつるさんに異変が起きていました。ぼーっと目がこうガラス玉のようになってるんですよね。でそういうふうにしてるうちにこうガタ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 ってなって、ギューってなったり緩んだりとか。医師の診断結果は転換。当時は周りに助けを求めることもできず、こっそりと病院に通い、病と向き合えない日々が続きました。イメージが悪いっていうのか、自分のその愛する子供がそんな病気にかかるわけがないみたいなところもあってね。みつるさんの場合、ひどい時には1日何度も襲ってきた転換発作。そんなある日、大きなガラスの前で私もうっかりしてたんですけど、たまたま大きな発作があって、後ろにこうひっくり返ってしまって、みつるさんの頭は割れたガラスの穴に入ったまま、体が硬直。もう死ぬんじゃないかと本当に思って。転換発作とは、その時体で何が起きているのか。長年転換の診断治療に取り組む札幌医科大学附属病院の三国医師は、転換は脳の病気であることを知ってほしいと話します。その異常な興奮が脳からいろんな体の部分に伝わって、で発作という形で出てくるのを転換と言って。大脳には神経細胞が集合していて、全身に命令が伝えられる際、電気信号が起こります。この信号が突然乱れ、過剰な興奮が生じることにより発作が起き、それを繰り返すのが転換です。側頭葉のこの内側のところにはですね、頭回というところがあって、そこは自律神経を司っているところなんですね。そこに異常な波が出ますと、すごく胸がドキドキしたりとか、動悸ですね。手足がピクピク動く運動発作や、光が見えたり音が聞こえたりする感覚発作など、過剰な興奮が起こる脳の部位や広がり方によって、発作は一人一人細かく異なります。部分的なところから始まって広がる発作と、最初から脳の広い範囲で異常な活動がいっぺんに起こるタイプと、この2つに分けられるんですね。全般発作には、突然意識を失ったり、全身が硬直する、筋肉に力が入らないなどの症状があります。軽症の人から非常に重症の人までおられまして、それを全部含めますと大体100人に1人ぐらいの病気。しかし発作についての認知度は低く、家族や周りの人が最初はどう対処したらよいのか戸惑うことが多いといいます。発作が起こりそうになったら、その人をできるだけ安全な状態にまずしてあげる。通常の発作っていうのは数分間で収まりますので、5分以上ですと脳に後遺症が生じる場合がありますので、そういう場合はやはり救急車で病院にすぐに来ていただいて。だんだんと視野が狭まっていく。なあ、多分発作だ。そういえば今日薬飲み忘れてた。ゆうちゃんが前に言ってた発作だ。コップとか危ないもの受けとかなきゃ。動画を撮るなどして見守ることが重要です。慌てない、騒がない、と落ち着いて、とにかくどんな発作だったかっていうのを見なくちゃいけないのが一番だと思います。転換についての理解を深めるため、啓発活動や相談などを行っている日本転換協会、現在会長を務めている梅本さんは、長年協会に支えられてきたといいます。いや、私ね、仲間がいたからここまで来れたと思うんですよ。生活できた、もう愚痴を言う仲間でもあって、転換発作が収まってみんなで喜んでもらって。最近では
講演会などの活動の中である変化を感じています。前は本当に笑うもすがるようなお母様方が多かったんですけど、参加者がご老人の方すごく増えてます。転換？それとも認知症？間違いやすい高齢者の転換とは。